ここから先の道のりも長いわ。あなたは戦いの力を高めていく必要があるわね。何から教えてあげようかしら。まずは仲間を編成する必要があるんだけど。あれこれ説明してもしょうがないわね。実際にやってみましょう。他のゲームと大体一緒よ。はい、上手にできたわね。仲間や武器を強化することもできるけど、まあ気が向いた時に見てくれたらいいわ。じゃ、行きましょう。道が分かれてるみたい。ママは右が当たりだと思うわ。でも左も当たりかもしれないわね。つまりよく分からないわ。
この武器を。とりあえず修復を始めましょうか。次はどんなお話かしら。水と緑の豊かな国に美しい黒髪の姉妹がいました。二人は森で狩りをしながら助け合って暮らしていました。亡き両親に代わって姉娘は妹に狩りを教えていました。森に生まれ森で育った姉娘は類まれな弓の使い手でした。強く美しい姉娘に憧れている妹は覚えたばかりの弓を試したくて仕方ありません。姉娘は自分を慕う妹の成長を温かく見守っていました。妹が向かった先から獣の雄たけびがとどろきました。姉娘は妹を必死に探します。荒ぶった獣が今にも妹に襲いかかろうとしていました。
姉娘の矢を急所に受けて逃げていきました。あんな巨大な獣を妹が一人で狩ることなどできるわけがありません。怯える妹を見て姉娘は自分の髪飾りを外し妹につけてあげました。その美しい銀色の髪飾りは母親の形見であり、妹がずっと欲しがっていたものです。妹の顔はたちまち晴れて、今度は私がお姉ちゃんを守ってあげるねというのでした。今度の武器はお姉さんのお話なのかしら。でもあのお姉さん、前にどこかで見たような。